まあ、僕らクインクスの声優陣がここに揃っているわけですから、はい、ワンシーン演じてみませんか。おお、いいんですか。やっちゃいますか。どうですか。いい、なんで私を見るの。いや、村さんいいですか。いいですか。サクさんいいですか。いいですか。いや、カイト君もほら脱いだしね。脱いだしね。一肌脱ぎましたから。気合が入ってる。暑かったよね。そうだよね、うん、じゃあやりましょうか。やりましょう。よっしゃ。はい、ということで、こちらで選ばせていただいたシーンをこのクインクスで演じてみたいと思いますので、皆さん心して聞いてください。いや、我々もね、こうやって生でやるの初めてですし、うん、かなり緊張しておりますけれども、おお、遊んどるな、うん、こっちもやりますか。はーい。すごいね。後ろの方まで見えてるよみたいなことをやりつつ、準備はよろしいでしょうか。はい、お願いします。いいですね。それではアフレコ行ってみましょう。お願いします。さっさん、さっさん、さっさんって、あ、いや、何何、ぼーっとしてんだよ。だから明日の予定。あー、ごめん。明日は鈴屋班と顔合わせだから、朝7時半には家を出ようね。白津くん、ウリエくん、サイコちゃんいるよ。近づいてくる。二人、いや三人。サイコいるんだろ、出てこい。サイコちゃん、開けろ。引きこもり、やむを得ない。グネ、お前たち、まさかクインクス。お前もだろ。佐々木一党はお前に気を使い黙っていたが、局ではお前の退去計画の話が進んでいる。そりゃ困るよな。確かに。この件が確定する前にお前は班の活動に従事するんだ。わかりやした。米林サイコ、働きます。はい、緊張した。どうですか。いや、緊張したね。いいですね。いいね。サイコはいいキャラしてますね。本当になんか美味しい、美味しかったですね。まあ、なぜこのシーンをこれ揃って演じたのかっていう感じですけれども、まあ、5人揃うことがね、引きこもりが1人いるから。あ、私のせいですなかなかないということで。そう、なかなかないかも。このシーンでした。ありがとうございます。はい、以上、アニメ東京グール RE スペシャル大公開でした。ありがとうございます。さあ、では続いてはゆうまくんが、いいでしょう。できるかな、進行。できる？